はい、山本チョルでございます。こんにちは。皆さん、チャンネル登録とコメントのよろしくお願いします。ということでね、えー、今、こうね女性蔑視発言で問題になった森喜朗さんがですね、ついにこうね、えー、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会会長を降ろされそうだって話になってですね、なんかね、辞、え、意、ー、を表明みたいなニュースがさっき流れてて、おお、ついに辞めるのかと思ってね、あの、てことでめなやめなさそうな人がね、辞めてまうのかと思ってね、えー、残念だったなと思いましたね。もうなんかね、えー、森さんがついに表舞台がさる日が来てしまうのか。 ついにあのね83歳で無職っていうねいやー残念ですねあのなんかねこうね彼みたいな人がねもっと長くで、ね、日本を引っ張っていっていただければ日本はもっともっとねいい神の国になれたんじゃないかなっていうふうにね思わず言られないんですけれどもその後任にですねどうもその元 J リーグチェアマンだった川淵三郎さんがなるらしいっていう噂が流れてきてですね <laughs> <laughs> いやないねえのかよ他かにっていうね いやー、なんて言うんですかね。ちょっともちろん川口さん、はるか昔にあのね、あの、チキがあって、まあ、某九州の仕事とかで、まあ、少しご一緒しとったことあるんですけど、まあ、まあ、面白い人ですよね。まあまあ、うん。あんまりこう、なんて言うんでしょう、こう、あの、常人には計り知れない常識を持っていらっしゃる方かなっていう。 気ももしなくもなくまあ非常にこうね能力も高いし自負もあってですねまあ,あの日本のスポーツシーンを俺が引っ張るんだっていうちょっとこういうところがあるんですねこ,こういう感じのね,ねこういう感じのねこういう感じのね人ではあるっすよでもなんていうてうんちゅういねえのかないやい一応ね他にもこうね安倍晋三さんがなるんじゃないかとかいろいろこうね噂は流れてたんですけどその白羽の矢を立てる先がすげえななんかボンバーマンみたいだなみたいなね なんかドカーンドカーンドカンドカンみたいな、そういう感じの、ね、<laughs> 話なんですけど。まあ、ななのかね、あの、皆さんにもちょっとね、ゆるゆる解説したいなと思うんですけど、まあ、まあ、ある意味で、あの、ちょっと言い方悪いですけど、古い国粋主義的な方です。政治的には。で、あの、まあ、すごく本当な人ではあるんですけど、その主義主張っていう点で言うと、まあ、どちらかというと、その、桜井よし子さんとかですね、その、まあ、百田直樹さんとかですね、まあ、虎のニュース側の人ですよね。で、あの、まあ、 あんまそういうことを外言わないはいいですよっていうような感じの、えーまあ、話はその私がねご一緒してたもう本当はるか前ですけどもその,その頃からまあちょっといろいろいろあってですねでまあ,あ,のあそういう考えの人だったんだと、まあ、まあそういうねそのリーダーシップを発揮する上でその政治的なね、えー、アプローチに関してはその、まあ、ある意味そのまあ何、まあ、ていうかマッチョであるっていうね そういういいいい人でやる方が望まましいケースもななくはないとは思いますそれはそのまあ,あの能力的なものは間違いなく高い人だと思うんですけれどもただそのちょっとオリンピックとかそういうのはどうなんですかねその、まあ、まあ頑張ってほしいなあっていう気持ち 95%5% これボンバーマンやんけっていう気持ちですよね。 であのまあ、それこそ,その森喜朗さんが、ねえー、周りの忖度だとかリップサービスで、まあ余計なことを言ってです、ねまあ、セクハラ・パワーラー発言も含めてこう不適切なことをもかなり言ってこられた方だったとでそれはその周りの人たちが悪いですよお膳立てをする中でその本人が気持ちよく喋っている中でその話が外部に漏れて不穏当発言だということでその第三者が見てね森さんこれまずいんじゃないですかと言ってそれであかんという形になるパターンって今までも多かったじゃないですか。 で川淵三郎さんっていうのはその森さんと結構その辺こう、まあ、似とるわけですよね。で、まあ、非常にこう、まあ、スタッフの方々も非常にね川淵さんなら支えたいっていう人とですねいや川淵さんにはもう二度とついていきませんっていうふうにこういう人とパックリ分かれるわけですよね。でそういった中でいうとやっぱりこう目の前の人を喜ばせようもしくはそのまあ人心掌握の術として。 スピーチをうまく最大限に使いながらその自分のポジションをキープしていこうみたいなところがまあ,ある人でもあるのでですね、まあ、その点で言うと本当にこの人をその例えば森さんの後を黙した時に何が起きそうかってことはやっぱ事前に考えておくべきなんじゃないかと思うんですよね。で、まあ、単純な人の,、まあのなんでその人の、ね、人をこうチョイスしたのかっていうと多分その橋本聖子さんとかあとあのまあその辺でこう、ね、五輪絡みでやってこられたいわゆるスポーツ系の まあちょっと族ってはじゃないですけどその辺でこう、まあ、今までずっとやってこられた方々からの,その推薦の中では川口さんを押すことが非常に強かったと。でご本人もちょっとねいやいや今優退気味になっておられた中でですね、まあ、俺がその必要であるならばと言って、まあ、ちょっと聞き及える限りではそのまあ男気を見せて二つ返事でもし俺の名前使っていいんだったら出してもいいよみたいなことをまあおっしゃったというふうには聞いているんですけれどもまあ まあそれでこう川淵さんがイエスとなれば、それこそ過去の実績化すれば、そのまま,ねまあ日本のサッカーシーンを引っ張った人の一人ですと、特にこうね J リーグの当初期まあまあとある広告代理店からの担がれ方もまあ非常に雑だった中で,で、その中で非常にこうまあ実に見事にですねまあ立ち上げはうまくやったという点においては、非常にこう理念的にもやってきた、実績的にもまあ優れた人だと思うんですよね。 日本の,そのまあ代表するそのスポーツ関連の人物だっていう点では満場一だと思うんですけれども、まあ、一方でですね今、まあ、申し上げたみたいに、まあ、趣味主張っていう点で言うとね今一番アカンとされている森さんをらにアカンくしたような感じのところがあるのでですねなんかこうねその地雷で吹っ飛んだあのね人たちをまたさらに別の地雷源に地域連れていくような感じの。 流れになるんじのでそのやっぱり身の回、ね、りねちゃんとその、まあ、川口さんの言うことを聞かない人を置かなきゃダメだと思うんですよねある意味チェック屋さんを置いとかないとですねこれいやほ本当ねあのいやいろんなこと言いますよあの人うんあのまああんまりこうね私の口から言うのもあれですけど変なこともおっしゃるわけでそれはあくまで場を盛り上げようとしてとかあとそのまあ気持ち的にね前のめりになった時にこうね えー、まあ、お前も男だらみたいなことは、まあ、おっしゃったりしますよね。まあ、争点でいうと、その、まあ、それをその女性ビスは。もしくは、そのね、えー、オリンピック憲章にふさわしくないと言って、下ろした森さんよりも、そのはるかに上回るですね。面白発言をとがんって、こう落とすとですね、まあ、やっぱりやかしやがったって話になると思うんですよね。うん、なので、こう、結構オッズ的にやばいっていう。<laughs> こう、気持ちはしますよね。まあ、森さんが。まあ、多分、7割ぐらいの確率で失言やるだろうなと思ってたんですけど。 あのまあ、最近の川淵さんでいうと85%ぐらいですよね <laughs> 余計なこと言うの。であとさ位にいると彼の,そのまあまあ幸いにしてそのクレンジングかなりかけてるみたいですけどネットでも川淵さんの、ね、過去の発言やばいっては多分出てくると思うんですよね。でまあ今まさにね、えー、まあそこまで表舞台に立って何かするっていう状況でもないのであんまりこうクローズアップされてこなかったのはある意味彼にとっては救いだったんですけどもただちょっとねあのまあ まあ未決着のスキャンダルもあるので、まあ、それはまあ書くか書かないかは別にしてまあ、どっかの媒体でやっぱりねあるタイミングでまあこの人本当にふさわしいのかっていうタイミングとあとその本当にね、えー、もうあのまあ、クリティカルの,あのノーリターンのところでね、えー、まあ出す媒体があるんじゃないかななんてことは思いますよね。まあ、それは本当にこういや 身体検査やんないで出しちゃっていいのかいっていうのはもちろんね、森さんが辞めるって言って、その場所を空席にするわけにもいかないから、まあ、とりあえず、その、きちんと、ね、世界的にこう、まあ、納得してもらえそうな人をね、誰か朝さにしなきゃいけないということで、まあ、川淵さんっていう話になったんだと思うんですけども、すごく優れた人なんですよ。それは間違いないんですよ。優れた人なんだけど、あの、オリンピック組織委員会会長でいいのかっていう点で言うと、これは <laughs>、っていう感じは、 しますよね、うん、なんかこうある意味そのね、えー、まあななをどけたたたら虎がいたみたいみそんなノリのねね感じですよ、ね、まあその点で言うとそのまあわざとなのかなっていうねもういいじゃん面白ければっていうそういう感じなのかもしれないですしあとそのまあ周りの人たちがねそのまああの人いいんじゃないかこの人ダメなんじゃないかっていうリストを作る前にも 有識者の間で指差し確認で誰に声かけるかってやっちゃったんじゃないかなっていうねあのもしその私がその、まあ、関係部局でなんか調査やっとけよみたいな話をされる側の人間だとしたら、まあ、先にこう名前から削ってる人だと思うんですよねでその点で言うとそ,の、まあ、それこそ山口香おさんみたいなねある意味その、まあまあ、日本の体育会系男子系体育会系の被害者みたいな人がですね セレモニー的に上に来るかですね。もしくはその丸川珠代さんみたいなねある意味はまあ、まあ散歩を両読みたいな感じで。で、えー、ま、あの人ならまあ、えー、スポーツ界でも実力はともあれまあ、納得する人選だよね。みたいなものがあったりとかまあ、それぐらいがないとやっぱちょっと厳しいのかなっていうのは思いますよね。まあ、それこそね。橋本聖子さんがね。バッジ取ってそこにこう入ってもいいぐらいの勢いの規模の話だと僕は思うんですけどね。 で、まあ、あの、話としてさらに今ちょ、ちょうど出てたんですけど、まあ、今、取材依頼が起きてたんですけど、何も知らない取材依頼してくるのもすげえなと思っんですけど、まあ、小池百合子さんがまたんか言ってるっていうのがあってですね、まあ、バッハ会長とかと、まあ、4者会談に関してはその出席拒否だみたいな話になって、まあ、パフォーマンスなんですけども、まあ、彼女が言おうがいまいが、まあ、結論は1個で、まあ、日本側できちんとその、まあ、周囲が納得するような、 解決策を導き出しておいてねっていう話を言われるだけの場なので、まあ、そういう小池さんいてもね、あてこうに、ね、スポットライト当たらないようにって話だって終わりだと思うんですけど、まあ、そのような話は今ま,あまさに出てるってことですよね。なので、まあ、いわゆるそのコロナワクチンの,あの接種の遅れとですね、今回の森さんの、ねえー、まあ話と、さらにバイデンさんが科学的根拠を持ってね、東京オリンピックを開催できるかどうか日本がジャッジーしろみたいな話をしたわけで、これ、もう橋も外れてるわけですよね。<laughs> なので、まあ、そこら辺も含めてですね、まあ、ちょっとこう森さんの失言っていうのは、まあ、いいタイミングだったなとまああのね、えー、やるも地獄やめるも地獄というところでもうやめる方向にこう全てのスイッチをね、えー、押してくれた森さんにほ感謝しかないんですけれどもたださらにもう一つそのまあやらかしがあったとするならばやっぱりこうその後の人選でちょっと川淵さん厳しいんじゃないかっていうのは、まあ、個人的感覚としてはありますね。そ、まあ、そこはそのままあ あくまで私のその感想というか読みなのでですね、まあ皆さんがね、えー、まあ川口さんでいいんじゃないかと、日本のサッカーシーンを立ち上げた人だし、えーね、サッカーのプロリーグで、まあそれだけ地元密着である、その、なんか呼び水までね、作った人なんで、まあ理念的にしっかりしている人なのであれば、この人でいいんじゃないかみたいなことが、もしちゃんとね、えー、まあ表向き言えるのであれば、あ,あもう最高だなと思うんですけどね、どうですかね。ちょっとね、やっぱ、うん、まあ微妙かな。あのそこら辺は、その皆さんね、えー、ぜひ、 追加の報道を見ていってほしいんですけども、まあ、早速やらかすうな感じがして僕にはならないんですけどねいや別にやらかしてくれってわじゃないですよやらかしてくれってわじゃないけども、まあ、やらかしそうだなっていう気がしますねはいということで皆さんぜひあの活目して見てい,ていただけけばいいなと思いますはいどうもありがとうございました